やはり徳川がこのままで済ませるとは思えません。決戦は避けられないものでしょう。大阪城の状態は危ういですが、野戦にて。雪村、あなたには使者を命じます。は、使者でございますか。今日に徳川との仲立ちを務めてくれる者がいます。その者と打ち合い、良いように計らいなさい。お言葉ですが、チャチャ様、今さらそのような。これは主命です。いいですね。直ちに立ちなさい。はは。チャチャ様より使者を命じられた。これより京へ向かう。徳川との交渉って今さら何の話だよ。降伏するとかじゃないよね。分からぬが、主命は主命だ。行ってまいる。はい、早速準備を。いや、こたびは私一人で行こう。え、危ないですよ。雪村様に万一のことがあったら。なるべく人目につかぬのが良いと思う。それより大阪を手薄にすることの方が気がかりだ。留守を頼む。そう言われちゃったらしょうがないけど、無茶しないでくださいよ。承知している。では。はい、雪村様、どうかお気をつけて。使者の方がこちらでお待ちだと聞いていたが。久しいな、雪村。兄上。ご無沙汰しております。こうしてもう一度兄上にお会いできるとは思いませんでした。ああ、覚悟は変わらぬようだな。はい。ならばこれを渡しておこう。無用に願います。そうか。父上と私がため、兄上は一人過酷な道をお選びくださった。申し訳ございません。真田の覚悟、これにあり。はい。息災でな。兄上も。チャチャ様、真田幸村、ただいま戻りました。兄との対面の場をご用意いただきありがとうございます。妨害の喜びでございました。これで心置きなく戦える、そう言いたいのですか。チャチャ様、私はそんなことのためにあなたを行かせたのではありません。承知しております。
茶茶様はそのまま私に兄を頼って落ち延びさせようとお考えだった。分かっていてなぜ戻ってくるのです。私は無論茶茶様をお守りし戦うためです。バカなことを。うつけですかあなたは。はい、面目ありません。されど茶茶様が諦めておられないように私もまた勝利を求めて戦い続けるのみです。諦めていない。私が。はい、茶茶様が本当に諦めておられたら城を捨てて逃げるなり家康殿に降伏するなりできたはずです。しかしあなたはそうはなさらなかった。最後まで諦めず戦い続ける覚悟が終わりだからです。長政殿やお市殿がそうなさったようにあなたは生きることを諦めない、そうした強さを求めておられたはずです。そうでしょう、ジャジャ様。無論です。家康殿がいかに大義を掲げようと私は私の大切なものを守るために抗います。はい、そのために力を貸してください。雪村。はい、必ず。ありがとう雪村。弟雪村を翻意させることはできませんでした。力不足誠に申し訳ございません。さようか。よく言う、初めから寝返らせるつもりなどなかったくせに。いでただふん。雪村は死に場所を求めておるのか。いいえ、そうではありません。弟にはただ譲れぬものがあるだけです。家康様の大義も太平への思いも全て理解してなお捨てぬもののため雪村は戦うでしょう。そうか、ならばそれを踏みしだく痛みも私が負わねばなりませんな。秀忠。うん、太平を守りゆく務めお主らに何としても果たしてもらいたい。はっ。第十六章、夏草。慶長20年夏、家康は15万もの大軍を率いて大阪城を包囲する。対する豊臣の兵はわずか5万。まさに玉砕覚悟の絶望的な状況であった。それでもその男は諦めない。闘志に燃える僧帽には一片の悲嘆もなかった。狙うは徳川家康の首ただ一つ。戦国最後の戦いがついに幕を開ける。いよいよ徳川の軍が迫っております。その数およそ15万。15万。
城の状態を考えるに籠城策はもはや取り得ません。野戦による一大決戦にて家康公を討ち取る。我が軍の勝機はその一点のみ。承知しました。勝てる見込みはあるのでしょうか。勝ちます。そうですね、雪村。はい、必ず。これで終わる。いいえ、まだあの男がいる。そうか。真田幸村、参る。はいはい、やりゃいいんだろ。私と共に行こう。さて、そんじゃ行きますかね。雪村様。そなたたちもよくぞここまでついてきてくれた。礼を申す。雪村様。何改まってんの。別れの言葉みたいなのいらないよ。思えばそなたたちとも長い付き合いとなった。そうですよ。雪村様はもう小さい頃から無茶で。それを言うな。一度は本気でやり合ったりもしたしね。あんたそれ自分で言う。やはり言わせてくれ。いろいろなことがあったが、私の元にいてくれたこと感謝している。雪村様。今さらだって。家族ってそういうもんでしょ。うん。ああそうだ。さあ行こうぜ。足並みが揃わなかったとはいえ、こうまで戦況が悪いんだ。放っておけば味方は総崩れだ。急ぎ前進するぞ。師匠ならこの霧に乗じて雪山様をやらせる。うちらが家族ならあんたは私の弟か。こっちから願い下げだよ。胸切ってんなら雪村様のお姉御みたいな。せーな、もう仕事しろよ。敵将討ち取ったよ。我が軍略を見よ。
豊臣に後藤又兵衛あり。これがおる限り大阪城は落ちぬぞ。後藤又兵衛は雪村と並ぶ大阪の要よ。やつを討てば伊達の武名も上がろう。伊達全軍進撃せよ。狙いは又兵衛が首じゃ。敵は猛将後藤又兵衛です。そうやすやすとは。武名に落ちけついては奴の思うつもじゃ。ならばわしが出る。真田の意地を見たか。開門。かたじけない雪村殿。しかしまだ松山には又兵衛殿が。敵将討ち取ったり。伊達の小アッパが来よったか。土産にその首置いていけ。バカめ。貴様のような戦国侍は時代遅れよ。鉄砲隊撃ち方始め。雪村、後のことは任せたぞ。敗北条件変更。またメイド。我が軍略を見よ。我らの到着が遅れたばかり。カズナ殿、ここはお引きください。信頼は私が務めます。雪村殿、まさか死ぬ覚悟で。命を捨てるつもりなどありません。私はチャチャ様をお守りせねばなりませんから。毛利勝長と明石照澄は雪村に次ぐ大阪城守りの要じゃ。何としても逃がしてはならん。必ずここで討ち取るのじゃ。追撃の指揮を取るのは政宗殿か。これはやはり捨ておけぬ。十分時間は稼げたか。すすきな早殿将の死に様を見よや。はいはい、身を逃がすな。押し通る。バクローブちゃんも気にしてたんだ。それを知ってんのはこれだから。この時を取ってやるよ。100万と揃え、男は一人もなく揃おう。おとなしく引いておればよいもの。この度もまた大軍をものともせず敵陣を目指すか。バカめ。申し上げます、木村重成殿。大阪城北東にて討ち死に。重成殿までなんてことだ。敵の逃げ足が落ちたぞ。今のうちに追いつけ。戦略を見よ。危ないところでしたね。助かりました。感謝いたします。別に俺は仕事をしただけだよ。急ぎ退却を。お前なんて無様だ。引き捨てろ。貴様一人の不良や詐欺ではどうにもならん。なぜわからんのじゃ雪村。やっと出番か。
真田の意地を見たか。すませぬ。やっぱり仕掛けてきたな、ショー。敵将、討ち取ったよ。ここはいいよ、早く逃げな。面目なし、聞かせていただく。ここはいいよ、早く逃げな。かたじけない。ブーンをお祈りいたす。ここはいいよ、早く逃げな。まだ拙者は退却いたす。片付いたな。これで邪魔は入らない。よっしょ、開門。半蔵殿はやはり油断ならぬ。サスケ、無理をするな。負けてはおらぬ。始めようか。救援願えるか。など育てるのではなかった。やはり野に打ち捨てておくべきであった。言って言い草。そりゃ恩を仇で返してるけど。せめて忍びとしての道など示さねば。こんなことにはならなかったのにって。らしくないね、師匠。俺は雪村様の忍びとして戦えることが誇らしい。この生き方を与えてくれて感謝してる。サスケ、だから行くよ。来い。負けられぬ戦いがある。負けられないのは私も同じです。
では出陣いたします。はい、武運を祈ります。雪村、茶茶様はずっと大阪でしたね。この戦が終わればどこか行きたいところはありますか？え？そうですね、考えたこともありませんでしたけど、どこか暖かいところでのんびりしたいものです。いいですね、南国は私も行ったことがありません。いっそ薩摩など面白そうだ。本当に。しからばごめん。はい。この大軍を突破せねば徳川本陣にはたどり着けん。目指すは街道先の突破口。策、そなたはここに残り雪村様の退路を守るのだ。はい、俺に任せてください。となろうが、これも太平を守らんがため。その覚悟をお見せなさい。茶茶様、止めはしません。でも無茶はダメですよ、絶対。あなたが言うのかしら、カイン。さあ参りましょう。皆を守って討ち死になんてやばないことを。いや、実にあの方らしい最後です。マタベイ殿こそ一代の高潔でした。敵将討ち取りました。散りゆくため、覆す。なんと見事な。死ぬな、なびき。雪村様より場数は踏んでおります。そう簡単にはくたばりませんぞ。まさに火の元一。いえ、何でもありません。あいつ戻ってきませんね。この大事な時にどこで油売ってんだ。そなたの活躍を見ればいても立ってもいられなくなるのではないか。そうですよね。よし、見てろ、サスケ。雪村は茶臼山のあたりで奮戦中。大筒で味方を支援するぞ。やはりこたびも大筒を持ち出してきたか。このままでは味方の被害が大きすぎる。
まさに日の本一。いえ、何でもありません。シャチャ様、お見事。急げ。大筒陣地を正面から攻めるは至難。私が潜入し、裏手の門を開け放ちましょう。開門。散りゆく定め。真田の忍びが入り込んでいた。逃がすな。切れ。重藤、すまぬ。それだけ説得しようとも無駄でしょう。あなたもきっとそうなのでしょうね、チャチャ様。タカトラ、あなたは本当に辛い役目ばかり。申し訳なく思っている。そのようなお言葉は聞きたいわけか。お見事。もう叶わないかもしれません。敵将、討ち取りました。味方の支援どころか、この不始末が我ながら情けない。これで味方の被害を抑えられます。雪村、どうか無事で。幕府軍先鋒を任されたこの身、断じてここは通さぬ。開門。我が軍略を見よ。
わしとて豊臣を思えばこそ。だって誰か雪村殿を討ち取ろうと敵の戦意は旺盛。何か策を講じれば苦しい事故になりそうだ。雪村様、浅野長明の隊も接近中です。合流されるとちょっと厄介かも。ふましちゃった。チャチャ様すみません。落ち延びて私に会います。砂田の意地を見たか。それチャチャ様が何故戦場になど。無論生き抜くためです。参りなさい。戦救援攻私には引けぬわけがある。父上がおっしゃっていた。やはりあなたは火種なのだ。そうかもしれません。けれどただ潰されるわけにはいきません。我が軍略を見よ。おお、チャチャ様を自ら。かたじけのうございます。出過ぎじゃバカめ。シャウス山はモヌケの殻。長宗我部と明石を狙う絶好の機会じゃ。いけない。雪村の突撃で空いた隙を突かれてしまいました。国など目当てではない。道を開けよ。開門。雪村殿、突破までもう少しだ。え、ご油断召されるな。怖いけど俺がやるしかないんだ。政宗様、おのれ下郎。我が軍略を見よ。雪村殿が突破されることを願うのに。雪村、まさに日の本一。いえ、何でもありません。打ち取ったり。押し通る。
将討ち取ったり。様のご覚悟であろうと、我が槍を得ることはできませぬ。雪村、ならば全身全霊で応えるのみ。真田の覚悟、勝様、金継ぐ殿、ごめん。解剖討ち取ったり。チャチャ様をお守りし、大阪城にお戻りあれ。雪村殿、それはこの先は少数で突き進むのがよい。チャチャ様のことくれぐれもお頼みいたす。得られぬ戦いがある。みんな、大阪城に退避できたようだな。さらば、目指すは徳川本陣。よくぞ申した。なら徳川に存分に尽くしてやろう。真田の意地を見たか。貴将、討ち取ったり。本陣は近い。行くぞ。死の果てまで追いかけてやるわ。後方から追い迫る敵か。貴様の邪魔をする気か。無粋な連中ですね。足を任せよ。奥川に歯向かう不届け者め、多様な個性でこの包囲を突破しようなどと。この程度で囲んだおつもりか。我が槍でたやすく切り裂いてみせよう。
の傷で戦うのは無理だ。今はこの場を引け。ならば傷を手当てして戻ってまいります。雪村様、それまで死に召されるな。敵将討ち取ったり。敵の伏兵部隊、急ぎ雪村様に知らせよう。真田の石膏か、即刻切り捨てろ。雪村様、ご武運を。殿、今からそちらに。知らせがなければ敵に囲まれていた。高ドラゴン、新エイジ、ナイキ、家臣の敵は取らせていただく。おざくだ。貴様の意地が奴らを殺したのだ。貴様の意地がチャチャ様を。無用なさるな。我らの生き様、そこまで安くはない。ナイキ、そなたの戦果におかげだ。ナイキ、そなたの戦、あの世から見届けよ。雪村の首を上げ、一番の手柄とせよ。我が道を阻む者、すべて打ち倒すのみ。上田での恨み忘れてはおらぬぞ。
それも愚問の定め。こたびも打ち払わせていただく。徳川の精鋭とはこの程度か。私はまだこうして立っているぞ。押し通る。さすがに疲れ果てたか雪村。悪く思うな。つけ込ませてもらうぞ。程よく力が抜けたところ、政宗殿お相手いたそう。やっと片付いた。雪村様を追いかけなくちゃ。無理よ。勝利を我が手に。その勇士は竜の目にしかと焼き付けられた。安心して散れ、戦国最後のモノログよ。ありがたきお言葉なれど、我が望みは勝利のみにて。だが雪村、譲れぬものがあるのだ。お主だけではない。敵将討ち取ったり。まだ進むのか。まだ勝つ気でおるのか。雪村、貴様は木の元一の大バカ者じゃ。お身内があれば引き受けよう。悔いのない勝負をされよう。ないお言葉あれば全力で。シュート殿を散々痛めつけた真田の鬼か。わしが対してくれようぞ。遊び気分でおられるようだ。まさに殿に代わり急を据えて差し上げよう。真田の意地を見たか。行かせてもらう。
時に天下のご政道を司る将軍の相手が務まるか。わしが叩き潰してやる。後で見定めるだけの予想がある。大金星と刀交えるために使うか。先の戦のような不覚は取らん。こうなったら援軍を呼んでおるからな。打ち取ったり。なぜだ、なぜ倒れぬ雪村は。これほど傷つき疲れ果てているように。稲田の意地を見たか。徳川の世、太平を覆すことはさせぬ。見事なお覚悟、あれど押し通る。待て、雪村。雪村、真田左衛門之助、雪村水産。あいつの分も働かなきゃいけないんで。
よい。雪村様。よいのだ。兄上に。私は。手柄とせよ。